ああ痛い、ほんと最悪。利き腕の正面でブロックすると、ツキ、ちょっとブロック飛んでな。自分が何をするか考えてる。あと1点で終わっちまうだろうが。終わんねえよ。大体そんな感じです。痛めたのは小指で、それを薬指に固定して試合は続行するみたいです。と言いたいが、どっちかっていうと山口の方が稼いだ。正直にどうも。ここを切れば次は朝日のサーブのターンだ。いや、頼むぞ月島。この場面で普段通りを発揮するなんて大したもんだぜ。うん、3枚ブロックの時なんですが。冷静かよ。ここ踏んまんぞ。シラブ、約束は覚えているな。劣勢で終盤のサーブ、ほんとやだわ。誰もこっちを見てないことが、こんなにも心強いとは。ちょうだい。最後まで戦ってみたいなんて。また不正だ。どうしちゃったんだよ、あのメガネ君は。西谷ナイス、チャンスボール。よくこんなとっさの判断と他人の指示までできるもんだぜ。もう一回。踏ん張れ俺の足。俺が打つ。ケイが戻ってきてからこっちが押してる。行け、カルスト。俺たちは完成度の高い時間差攻撃をやすやすと捨てられないし、強豪って言われてた時代にはあったかもね。古く堅実な白鳥さ、新しく無茶なカラスノ。じゃあうんこかな。カラスノの攻撃陣はスパイクの打数通過、助走に走ってる本数が多い。出ずっぱりの田中、東根、沢村はもう限界を超えてるはずだ。上がってくるボールは打ちづらいものも多いのに。分かっていた。どんな時でもトスを上げるというのは、牛島さんが使い物になるうちは。行くぞ。でもコートには6人いる。俺たちが勝つのは奇跡が起こるからじゃない。互いにタイムアウトは使い切った。次にコートを出る時は。朝日、レッツサー。すまん、お前サーブトスは良かった。戻ったら100本サーブだんが。どっちも守る気一切なしだな。ジャンプサーブはリスクの高いサーブでも、一か八かの勝負か、入れるサーブか、ミスなんかない方がいいに決まってるし、相手のミスはもちろん美味しい。レオンさん、飛びつくな、飛びつくな。止まってる。ここに来てなお空中に留まっているようにさえ見える牛若の空中姿勢だよ。確かにこいつは化け物か怪物か。快感の匂いのする方へ。俺の40年をかけて。サドルダリー。いつもより静かじゃねえか、カラスノの10番。考えてんだ。気持ち悪いね。行けたか。
してやれ、ヒナタ。カラスノはもう気力だけで動いているようなもの。喉から手が出るほど欲しい連続得点。分かってんのに足が動けない。サンキュー西野。カラスノには俺アリスから。空中戦は頼みます。おい、後ろには日向の超高速バックアタックを含めた攻撃2枚、全てはブロックにかかっている。嫌だ一番よ。もうなら速さで中央突破だ。ここでドセンターかよ。でもまぐれだろうが勘だろうがドシャッと決めた方が気持ちいいと思わねえ。完全に振られることはないでしょう。ツッキーっぽいね。要はいいか小僧、最後に笑うブロックだ。リードブロックの速攻に対する目的は止めることより触ること。攻める以外の。行け。Thank you.